はいどうもこんにちは日本一わかりやすい投資教室のお時間です講師の福田です、えー、今日はですね投資信託って何っていうテーマで、えー、お話ししていきたいと思いますはい前回までのお話ですね 前回はですね、あのー、そもそも投資って何っていうお話をさせていただいたんですけれども、えー、その最後に、えー、個人投資家が投資できる主な金融商品ということで、羅、え、列、ー、させていただきました。で、それが、まあ、株式、債券、不動産、為替、コモリティとあって、えー、これに追加して、えー、投資信託、上場投資信託、でえー、不動産投資信託ですね、えー、この3つが追加でだったんですけれども。 まあこの3つって何っていう話で、まあ、今日の、えー、投資信託って何っていう風なお話につながってくるみたいな、えー、そんな感じでございます。はい。では、えー、本日の品書きですね。えー、まず、セクション1、えー、投資信託の基礎知識ですね。で、セクション2、押さえておきたい投資信託の基礎用語ですね、えー。この2つで説明していきたいと思います。はい。では、早速、セクション1ですね。えー、投資信託の基礎知識になります。 ま,まず投資信託とは何かっていうふうなえことなんですけれどもえまあ投資信託ってあのファンドって呼ばれますね一般的にえこれなんですがまあこの投資信託っていうのは投資家から集めたお金を投資の専門家が株式債券不動産為替コモディティなどに投資をして運用する金融商品のことですよとまあこれがえっとファンドの定義になります。 で、この運用成果っていうのは投資家それぞれの投資額に応じて分配されることになります。で、ちなみにこの信託っていうのは、まあ信じて託すって意味で,で、それを誰にっていうふうなことなんですけども、これは投資の専門家にっていうふうな、えー、そういうことになります。で、イメージ図ですね、えー、まずここにプレイヤーと投資信託と,、えー、っとマーケットですね、まあ、プレイヤーズから投資家と投資信託とマーケットがあるんですけれども、まあ、投資信託ってどういうふうな仕組みかっていうと、 ここの投資家が、まあ、任せたって言って、この投資信託にお金を預けるわけなんですね。で、そしたら、この投資信託が、まあ、あとやっときますみたいな感じで、まあ、ここのマーケットを通じて売買してくれて、で、それで、えっと、運用成果に応じて、まあ、この投資家にお金を、えっと、戻していくみたいな、えー、そういった仕組みになります。 でただ、ですね、えっと、ここなんですけれども、えっと、実際はここの間ですね、まあ、要はえっと投資家が直接投資信託を買うんじゃなくって、えっと、販売業者ですね、まあ、銀行とか証券会社なんですけれども、えー、この販売会社を通じて、この投資信託にお金を預けるみたいな、えー、そういった形になります。でえっと、運用が成功した場合ですね、えー、この場合どうなるかっていうと、まあ、運用で利益出ましたよと。まあ、そしたらばこ、えー、この 預けたお金は増えたお金になってで帰ってくんでまあここは投資家はまあ,ありがとうみたいな感じで感謝されるわけなんですね。で一方運用が失敗した場合この場合まあ損しちゃいましたみたいな感じでまあ減ったお金がえっとこの投資家のもとに返されてまあここの投資家ふざけんなみたいなえそういう感じなんですけどもただあくまでえっと投資っていうのは 自己責任なので、まあ、これはしょうがないですよと。まあ、そうだったら、まあ、これで、あの、お金補填されちゃったらば、えっと、まあ、損失ですね。損失が補填されちゃったならば、あのー、さっきの利益もですね、えっと、別になしでも、あの、しょうがないっていう風な感じになっちゃうんですけれども、まあ、ちゃんと、えっと、利益は出,し出たら、あの、増えた分のお金が返ってきて、えっと、損が、損が出たらば、減った分のお金しか返ってこないですよっていうのは、まあ、あくまで、あの、投資の自己責任の原則に則っ,ったものになります。 はい。えー、それでですね、まあ、重要なのは、まあ、投資信託っていうのは、まあ、そういった、えっと、投資家、投資の専門家に、あの、お金預けて、で、代わりに運用してもらうような、えー、商品だったんですけれども、えっと、個人投資家が、投資が実際できる投資信託って、一体どういうものがあるのかっていうふうな、えー、これを説明していきたいと思います。はい。まず一つ目、えー、公募投資信託ですね。で、二つ目、上場投資信託です。これ、ETF っていうふうに、えっと、一般的には呼ばれます。 で、3つ目、えー、と不動産投資信託ですね。えー、で、これは一般的には、えー、と上場リートっていう風に呼ばれます。で、ここの公募投資信託に関しては上場してございません。で、ここの2つですね。えっ、ー、と、ETF と上場リートに関しては、まあ、上場しておりますと。えー、これをですね、ちょっと、あの、詳しく見ていきたいと思います。 えまず1つ目、えー、公募投資信託ですね、えー、これなんですけれどもこれは銀行や証券会社などの販売業者を通じて多くの投資家に販売されている投資信託のことですこの多くの投資家にっていうふうなのが肝で、まあ、これだからこそ公募っていうふうに呼ばれますで世間一般で投資信託っていうふうに呼ばれているものは、まあ、この公募投資信託のことになりますでこの特徴なんですけれども これは株式のようにリアルタイムでは売買できないもの、売買できないということが特徴の一つとなっています。次に銀行や証券会社などの販売業者を通じて買えるものがこの公募投資信託という形になっています。で ちなみになんですけども、あの、一部の投資家に限定されて販売されている志望投資信託っていうものが、まあ、この公募投資信託の裏側にあります。ちなみに、この死亡投資信託なんですけども、個人投資家は基本的に買えなくって、あの、基幹投資家って言われている、まあ、要は、えっと、年金とかですね、えっと、そういった、あの、むちゃくちゃでっかいお金を持っている、えっと、投資家しか、この死亡投資信託っていうものは、まあ、リスクが高すぎて買えないっていう風な感じになっています。 で次ですね。えー、上場投資信託、えー、まあカッコ ETF っていうものであるんですけれども、えー、これどういうものかっていうと、取引市場ですね。まあこれ、この場合はあの株式市場なんですけども、まあこの取引市場に上場して売買されている投資信託のことを ETF っていうふうに言います。で、この ETF は、えっ、ー、と、エクスチェンジトレーデッドファンドの略称になります。で、このエクスチェンジは取引所でトレーデッドというのは売買されている まあファンドってのは投資信託、まあ、この取引所で売買されている投資信託のことを ETF っていうふうに言います。はい、この特徴ですね、これはあの株式と同じように上場しているんで、リアルタイムで売買が可能ですよと。ただ、これはさ,あのさっきの公募投資信託と違って、証券会社でしか買えないものとなっています。 で、えっと、この公募投資信託と上場投資信託、ETF ですね。これの、えっと、ちょっと違いをイメージ図にしてみました。まず、えっと、ここの公募投資信託ですね。まあ、これ、投資家がいて、で、えっと、銀行とか証券会社とかの、えっと、販売業者がいて、で、えっと、投資信託のが運用会社ですね。まあ、それがあるわけなんですね。で、えっと、この公募投資信託の場合、どうなるかっていうと、まあ、まずこの投資家が、ここの、えっと、投資信託を買いたいと、まあ、投資したいと、えー、そういったふうに、えー、まあ、言ったとしますね。 そしたらば、ま、ここの販売業者の人が、ま、要はここの投資信託の代理店みたいな感じですね。ま、それが販売しますって言って、で、そうなるとお金が行くわけなんですね。で、お金預かりましたみたいな感じで、最終的には、ここの投資家のお金がえ投資信託の運用会社の方に行って、まあ、あとは任せなさいみたいな感じで、ま、この投資信託が運用してくれるみたいな、そんな感じになります。で、一方ですね、えっと、上場投資信託、ま、ETF の場合どうなるかっていうと、ま、投資家がいて、 で、仲介業者。この場合は証券会社になります。で、マーケットがあって、で、さらに投資信託の運用会社があります。で、流れとしては、まあ、この投資家が、ここの、えっと、ETF を買いたいというふうに言ったとします。そしたら、まあ、この ETF 買ってくださいねって言って、証券会社に、えっと、注文の指示を出します。そうすると、まあ、注文しときますみたいな感じで、この証券会社が、まあ、この ETF って上場しているので、えっと、その上場しているマーケットに対して、まあ、注文を発注しますよと。 で、えっと、一緒にお金も行くんですけれども、で、ここで約定すると、ここの、えっと、投資託の会社ですね、ETF ですね、まあ、この ETF に最終的に、この投資家のお金が行くみたいな感じで、で、あとは任せなさいみたいな感じで運用してくれるっていうふうな、そういった形になっています。まあ、なので、えっと、主な違いとしては、まあ、ここのですね、えっと、仲介に入っている販売業者、 公募投資信託の場合が販売業者が中に入っていて、上場投資信託の場合は、仲介業者ですね、証券会社が中に入っているっていうふなな、そういった形になっていて、あと、マーケットが絡んでいるか、絡んでいないかみたいな、そういった違いになります。不動産投資信託ですね、これ、リートって読むんですけれども、これについて説明していきます。これはですね あの不動産を投資対象とした投資信託のことです、えーと。でですね、このリートっていうのは、リアルエステート・インベストメント・トラストっていう風なものの略称になります。で、リアルエステートっていうのは不動産、で、インベストメント・トラストっていうのは投資信託、まあ、なんで、不動産の投資信託で、えーと、不動産投資信託、リートっていうふうに言いますよみたいな、えー、そんな感じになっています。 でえっと、このリートですね、種類が2つあって、えー、まずですね、えーと、上場リート。えー、これは取引市場に上場している、えー、とリートになります。なので、えーと、取引市場に上場しているので、証券会社でしか買えません。で、もう一つが、死亡リートですね。えー、とこれ、さっきの公募投資信託と死亡投資信託と、まあ、同じような感じなんですけども、まあ、これは基本的には非上場の投資信託で、個人投資家は買えない、まあ、リートになっています。 で、えっと、これですね、えっと、世間一般でリートに投資するとか、まあ、そういうふうに言われるんですけども、それでリートって言われているものは、こっちの上場リートになります。こっちの絞りとは基本的には、我々個人投資家の目に触れることはありません。はい。で、イメージ図ですね。えー、まあ同じ、さっきと同じように、投資家と、えっと、まあ、リートの会社ですね。それと、まあ、実際の不動産があって、で、まあ、実際にはこの投資家が、この、えっと、リートの会社に任せたっつって、お金預けて、 であとやっときますみたいな感じでこのえっとリートの会社が、まあ、実際の不動産に投資していってでこっからえっと家賃収入を得たりあと,えっと買った不動産が値上がりしたら売却してその値上がり影響を得てでそれがこっちのえっと投資家のもとに、まあ、増えたら増えた減ったら減ったで返ってくるみたいなそういった形になっています。 でまあ、実際問題、えっと、ここの、えっとまあ、不動産投資信託って、えっと、書いてあるんですけども、まあ、実際これ上場リートのことで、えっと、上場リートは証券,会社証券会社でしか買えないので、実際はここの投資家と、えっと、リートの会社の間に証券会社が入って、ここで、まあ、あの発注とかそういったことを行うことになっています。はいえー、ということで、ですね、えっと、ここで個人投資家が投資できる投資信託のまとめをちょっとしていきたいと思います。ま,あ、まず投資信託ありますよと。 でそしたらば、その投資信託は上場していないものと、まあ、上場しているものに分かれますよと。で、こっちの上場していないものに関しては、銀行とか証券会社で買えますよと。で、一方、こっちの上場しているものは、えー、証券会社でしか買えませんよと。で、あと、こっちの上場しているものは、リアルタイムで売買可能ですよと、えー。そういった形になっていて、で、こっちの上場していない投資信託のことを公募投資信託っていうふうに言います。まあ、一般的に投資信託って呼ばれるものがこれになります。 で、一方、こっちの上場している投資信託を、まあ上場投資信託ですね、ETF っていう風に言って、で、あともう一つが、えっと、不動産投資信託、上場リートですね、こういう感じになります。で、こっちの公募投資信託と,と ETF ですね、これの投資対象は、株式とか債券とか、はたまたリートとか、為替とか、コモリティとか、まあこういったいろんなものになっていて、で、こっちの、えっと、不動産投資信託ですね、上場リートの場合は、投資対象っていうのは、 実物の不動産のみになります。はい、えー、ということで、えっ、ー、と、セクション1、えー、ここで、えー、と終わりになって、次、セクション2ですね、えっ、ー、と、押さえておきたい投資信託の基礎用語になります。これを解説していきます。はい、というわけで、えー、と投資信託を理解する上で外せない9つの基礎用語ということで、まあ、ちょっと多いんですけれども、えっ、ー、と、これを頑張って解説していきます。まず、1つ目、基準価格。で、2つ目、口数。 3つ目、純資産4つ目、購入時手数料5つ目、運用管理費用、かっ信託報酬6つ目、信託財産留保額7つ目、信託期間8つ目、繰り上げ償還で、ここのつめ、最後ですね、分配金となっていますはい、えっと、漢字が多すぎて、あとあの漢字でもわけわかんないのが多すぎてちょっとあの混乱してると思うんですけれども、あの安心してください、一つずつあの頑張って解説していきます。 はい。えー、というわけで、投資信託の基礎要項1から3ですね。これ説明していきます。えー、まず、第一番目、えー、と基準価格ですね。えー、これっていうのは、えー、と投資信託の価格のことです。まあ、えー、と株でいう株価ですね。はいえー、で、えー、とこっちの口数ですね。えー、口数は何かっていうと、これは投資信託の購入単位のことです。これは株でいう株数のことですね。 で、えっと、この基準価格なんですけれども、基本的には、えっと、1万口当たりでの表記が一般的になります。まあ、なので、なんか、あのー、SBI やら楽天やら、な、まあ、何でもいいんですけれども、それで投資信託の価格を調べて出てきたものっていうのは、基本的にはこあの1万口当たりの基準価格っていうのが出てきます。えー、それなんで、えっと、ちょっとですねそこが混同するので、また、あのー、後ほど確認していきたいと思います。 はいで3つ目ですね、えー、とこれ、純資産なんですけれども、まあ、これ、なのかっていうと、投資信託が投資家から預かっているお金のことになります。これを純資産というふうに言います。はいというわけで、えー、基準価格と口数と純資産を今見ていったわけなんですけれども、えー、とこの3つのですね関係性についてちょっと確認していきたいと思います。えー、これです、ねえーとま、ずですすねねまず この一口当たりの基準価格ですね。えっとまあ、大体、あのー、一般的には、えっと、1万口当たりの基準価格で、えっと、表記されるんですけれども、あくまで、えっと、一口当たりの基準価格に直してここは考えます。まあ、この一口当たりの基準価格、えっと、これはどういうふうに計算されるのかっていうと、この純資産割ることの口数、これで一口当たりの基準価格が計算されます。えー、それで次にですね、この口数、これはどうやって計算されるのかっていうと、 この純資産割ることの一口当たりの基準価格ですね、えっと、これで口数が計算されますで最後にですねこの純資産ですねこれはどういうふうに計算されるのかというとこの一口当たりの基準価格る口数ですね、えー、これで純資産が計算されます、えー、まあそうは言ってもちょっと,えっと分かりづらいと思うのでえっと実際に具体例を出して説明していきたいと思いますはい具体例ですね えー、例えばなんですけども、えっ、ー、と、楽天全世界株式インデックスファンドっていう風な投資信託。まあこれ公募投資信託なんですけども、えー、こういうのが、えー、と実際にあるんですが、えっ、ー、と、これのですね、えーと、2021年の6月30日時点でのデータをちょっと引用してやっていきたいと思います。 まず、ですねこの2021年の6月30日時点でのこの楽天全世界株式インデックスファンドの基準価格ですね、これ1万口当たりの基準価格なんですけれども、それは1万5228円でしたよと。で、これの純資産がえっと約1000トンで44億円でしたよと。で、この口数っていうのは約686億口でしたよと。 でちなみにここの一口当たりの基準価格は、えー、1.5228円でしたよと。でこれどういうふうに計算したのかっていうとここの基準価格ですね、えー、1万口当たりの基準価格、えー、1万5228円を、まあ、1万口当たりなので1万で割ると一口当たりの基準価格の1.5228、えー、円が出てきますよと、えー。そういった計算になります。 はい。というわけで、えっと、ここのですね、えっと、基準価格なんですけども、えっと、これを実際にここの数値を使って出していきたいと思います。えー、基準価格の計算式は、純資産を口数で割って、で、えっと、まあ、1万口で出したいんで、それにかける1万をしてあげると、ここの1万口あたりの基準価格が出てくるわけなんですね。で、えっと、実際に数字を代入してみると、まあ、純資産が、えっと、1044億円ですよと。 で口数っていうのが、えー、686億口ですよと。でそいつに1万をかけてあげるとここの1万5,228円が出てきますよと、えー、そういった計算になります。で次ですね、えー、と口数、えー、とここの686億口っていうのはどういうふうに計算されるのかっていうふうな形なんですけども、えー、それを見ていくんですがこの口数の計算式は純資産割ることの一口当たりの基準価格ですよと。 でこれ実際に数値を代入すると、えっと、純資産が1044億円で,で、そいつを一口当たりの基準価格、えー、1.5228円で割ってあげると、686億口っていうのが出てきますよと,というふうな計算になります。で、最後ですね、えっと、純資産なんですけれども、えっと、これの計算式っていうのは、えー、一口当たりの基準価格かけることの口数、これで純資産の、えっと、まあこの場合は1044億円が出てきますよと。 で数値を代入すると一口当たりの基準価格が1.5228円ででそれに口数ですね686億口をかけてあげると1000トンで44億円が、ま、の純資産というのが、ま、計算されますよと、えー、そういった形になっています。はい それでですね、ここのですねえっと基準価格と口数と純資産のまあイメージ図ですね、これ、投資信託の購入時に、この投資信託にとってみたはどういう感じになるのかっていうふな、それをちょっと確認していきたいんですけれども、これでですねこの投資家の人がこの投資信託を1000万円分買いたいと思ったとします。で、実際にえっと投資資金の1000万円がこの投資信託に行くわけなんですね。で、そうすると、あざすみたいな感じなんですけども、ま、あ 投資資金が1000万円分いったんで、純資産がえっと1000万円増えるわけなんですね。で、そうすると、えっと、ここのえっと投資家にとってみたら、ここの投資信託を保有している額っていうのは、まあ1000万円分買ったんで、まあ1000万円ですよと。で、えっと、この時の基準価格、まあ買った時の基準価格ですね、これが1万円だとします。で、そうすると、えっと、1万口当たりの基準価格が1万円なので、 一口当たりの基準価格っていうのは、1万割る1万で、えっと、1円っていう形になります。ここですね、買った時の基準価格が1万円。で、これを一口当たりに換算すると1円っていう形になります。で、保有口数っていうのはどういうふうに計算されるのかっていうと、ここの、えっと、保有の金額ですね、えっと、1000万円割る、えっと、一口当たりの基準価格1円で、1000万口持ってるっていうふうになります。 まあこういう形ですね。えー、と投資信託の保有額は1000万円。まあ、これが要は投資信託にとっては純資産に当たるものなんですけども。で、これで買った額は、買った時の基準価格っていうのは1万円で、一口当たりと1円。で、えー、保有口数っていうのは、ここの1000万円割ることの1円で1000万口みたいな、えー、そういった計算になります。はい。で、次にですね、えー、この買った投資信託の 基準価格が上がった場合を考えてみたいと思いますで買った時の基準価格は、まあ、先ほど見た通り、えー、と1万円ですねでこれ1万口当たりの表記なんで一口当たり1円になりますでこの投資信託の運用がうまくいって基準価格が1万円から1万5千円に、えー、となったとしますでこの場合、えー、とこの基準価格が1万5千円というのは、まあ、一口当たりの基準価格に直すと1.5円という風になります まあここですね、えっと。現在の基準価格は1万5000円で、これは1万口当たりの表記なんで、1口当たりの基準価格に直すと1.5円ですよと。で、えー、そうした場合でも、えっと、保有口数ですね。まあ、それはえっと変わらず1000万口になっています。まあ、なぜならば、その後、買い増しも、一部売却もしなかったんで、えっと、最初の買ったまま、口数っていうのは1000万口のままっていう感じですね。 で、そうすると、この等身宅をの保有額ですね、えー、とこれはどうなるのかっていうと、要はここの1.5円ですね、えー、と要は一口当たりの基準価格に、ここの保有口数の1000万口をかけてあげると、えー、1500万円になってますよと、えー、そういった計算で出てきます。 で、この評価損益っていうのは、要は最初1000万円で買ったものが1500万円に今なっているので、えー、プラス500万円の、えー、と含み益が出てますよみたいな、えー、そういった形になるんですが、も、えと、ー、もと1000万円分預かったものが、えー、1500万円分に値上がりしてるっていうことなので、そうすると、ここの投資新託の純資産は500万円増えるみたいな、えー、そういった形になります。はい。では次ですね。えっ、ー、と、次は、 逆に基準価格がが買っったたから下がった場合これを考えていいいきたいと思います、えー、この場合ですね、えー、当初買った1万円から基準価格が5 0五千円ですね、えー、と基準価格が1万円から5千円に下がってしまったとします。えー、この場合ですね、えー、とこの基準価格5千円っていうのは1万口当たりなので、1、えー、口当たりの基準価格に直すと0.5円になります。これですね。 でただ、えっと、保有口数っていうのは、えっとかえっと、買い増しも、えっと、一部解約もしてないので、1000万口のままですよと。そうなってくると、ここの保有額っていうのは、一口当たりの基準価格、これに保有口数の1000万口をかけてあげた500万円になってますよと。そうしてくると、評価損益っていうのは、元1000万円で買ったものが、えっと、今500万円になってしまっているので、 マイナス -500 万円の含みににななっってまますよと、えー、そういった形になりますで、えーと、この投資診断としてみたら、もともと1000万円預かったものが500万円になってしまっているので、純資産はマイナス500万円ですよと、えー、そういった形になります。はい。で、今ですね、えー、と基準価格が上がった場合と下がった場合、えー、これを見ていったんですけども、えー、と次はですね、 買い増しをした場合ですね、えー、この時に基準価格と口数と純資産、これはどう変化してくるのかっていうのを確認していきたいと思います。はいえー、とまずですね、最初に買った時の基準価格、これが、えー、と1万円ですね。で、これは1万口当たりの基準価格なんで、1口当たりに直すと1円になります。で、もともとの保有口数は、えー、と1000万口になります。 で、この時に、この投資家の人が、えっと、元1000万円分買ってたんだけれども、さらに1000万円分買い増ししますよと、そういった形でえっと表明したとしますね。で、この投資金1000万円が、この投資信託に追加できますと。で、そうすると、まあ、純資産はまあ当たり前なんですけども、1000万円増えますよと。で、この時、まあ、要は、買い増しした時の基準価格っていうのが2万円だとします。 そうすると一口当たりの基準価格っていうのはえっと2円になります。それなので追加の購入口数っていうのはここのえっと投資資金の1000万円割る一口当たりの基準価格2円で500万円口になりますよとえこういった形になります。 でそうすると、えっと元、合計の保有口数ですね。もともと1000万口持っていて、さらに追加で500万口、えっと、追加したので、えー、1000万口足す500万口の、えー、1500万口あなたは持ってますよ、みたいな、えー、そんな形になります。 これが現在の基準価格っていうのが2万円なので、えー、ここの投資信託の保有額ですね。まあ、評価額って言い換えてもいいんですけれども、えー、これっていうのが、えっ、ー、と、一口当たりの基準価格かけることの、えっ、ー、と、保有口数ですね。それの1500万口をかけてあげて、えー、3000万円分あなたは投資信託を持ってますよ、みたいな、えー、そういった形になります。 はいというわけで、今、基準価格と、あとですね、純資産と口数ですね、これの関係について見ていったわけなんですけれども、重要なのは、ですね基準価格がどういうふうに動くかみたいな、そんな形だと思うんですね。なぜならば、あくまで投資信託に投資していくっていうのは、その値上がり益を狙ってるわけだからですね。で、これの変動要因なんですけれども、これがですね、投資信託の運用成果になるんですね。 つまりは運用が成功すると基準価格が上がってで逆に運用が失敗すると基準価格っていうのが下がるわけなんですねでこれちなみに株価の変動要因っていうのはえっと前の動画で説明したんですけども需要と供給のバランスなんですねまあこの需要と供給ってのは何に対する需要と供給かっていうとそこの株式に対する需要と供給ですえこのバランスがまあ要は需要が供給よりも多くなると株価が上がって で逆に供給が需要よりも多くなると株価が下がるっていう風うなえそういった需給でえっと株価っていうのはまあ変動してるんですけれどもこの投資身高の場合はあくまで運用が成功するか失敗するかっていう形で基準価格が上がる下がるっていうのが決まってくるみたいなそんな感じになっていますでここのポイントですねえこれを理解するにあたってのポイントなんですけれども これですね、えっと、投資家からの資金流入が、えっと、されたら基準価格が上がるというわけではないということが1つ目で2つ目が投資家からの資金流出があったら基準価格が下がるのかというとそうではないというのがこの2つのポイントになりますはい、えー、でちょっとイメージ図ですね、えー、とこれを確認していきましょう、えー、まあ投資信託があって、まあ、それが売買とする売買するマーケットがあるわけなんですね でえー、とこの等身託の当初の基準価格が1万円だったとします。まあこれで頑張るぞっつって、まあこれで売買するわけなんですけれども、うまくいった場合、えー、と要はですね、えーとまあ、その要はというか、まあ、普通に、えー、と売買してうまく、運用が成功した場合、この場合に、えー、と運用成果がプラス1000円出たとします。そうすると、基準価格っていうのは1万円に1000円プラスして、1万1000円になるわけなんですね。 でえっと、逆に失敗してしまったと、そういった場合、まあ、運用成果がマイナス1000円だとしましょう。えー、この場合には、基準価格っていうのが、この1万円引く1000円で9000円になるみたいな、えー、そういった形になります。で、えっと、さっき言ったポイントのところなんですけども、1つ目ですね、えっと、投資家からの資金流入が基準価格が上がる要因かって言われると、そうじゃないよっていうことなんですけども、えっと、これですね。 例えばなんですが、この投資信託の基準価格がまあ1万円だとしますね。で、投資家から1000万円分買いたいって言ったらば、まあ、資金流入が1000万円あったっていうふうな、えー、そういったカウントになるんですけれども、これでですね、まあ、頑張りますって言って、えーと、マーケットで売買してて、やってった結果、運用成果が、えー、とマイナス1000円だとします。まあ、要は失敗したところですね。えーまあ、こういうふうな感じだったとすると、 この基準価格っていうのは、基本的にはえっと資金流入があろうがなんだろうが、運用失敗してるから、ここの1000円分かけて、1万円から1000円引いた9000円っていう形になってきます。で、えっと、次にですね、投資家からの資金流出が基準価格が下がる要因になるかっていうと、そうじゃないよっていうふうなことなんですけれども、まあ、これもですね、えー、基準価格が1万円だとしますね、投資信託が。 で、これで1000万円分解約したいと。まあ、も1000万円分投資したんだけれども、1000万円分解約したいみたいな、えー、そういった形で投資家から申し出があったとします。で、そうすると、まあ、投資委託から投資家にお金が、えっと、行くわけなんですね。まあ、返すっていうふうな感じなんですけども。そうなると、まあ、これは資金流出1000万円っていう形になるわけですね。で、まあ、ここの投資家との縁は切れましたよと。 でただ、あのー、この投資家のためだけに運用してるわけじゃなくって、他の投資家からもまだ、えっと、預かりがあって運用してるので、まあ、これで売買していくわけなんですが、えー、その結果、運用成果がプラス1000円、まあ、成功して、えっと、プラス1000円になったとします。そうすると、ここの基準価格っていうのは、この1万円に1000円をプラスした、 1>, 1万1000円,円になるみたいな、えー、そういった形になります。まあ、これが要は資金流出があろうがなかろうが、ここの運用成果さえ上がっていれば、この基準価格っていうのは上がるみたいな、えー、そういった形になります。はい。えー、でですね、えー、基準価格の算出についてちょっと確認していきたいと思います。えー、この基準価格の算出なんですけども、えー、これっていうのは基本的に1日1回になります。で 株式とか債券とか、えー、ETF とかあと上場リートですねまあこれらの上場している金融商品の価格に関しては1日1回じゃなくてリアルタイムまあ要はえっと役場がつくたびにまあとか取引が成立するたびにあのリアルタイムで計算されていきますでこのえっと投資信託の基準価格が1日1回しか算出されない理由なんですけども、えー、これっていうのはあの基準価格はですねあの投資対象の 終わりもとに計算されているからなんですね。 はいというわけで、えっと、基準価格の算出について、ちょっと具体例を用いて説明していきたいと思うんですけれども、えっと、これですね、投資対象は国内の金融商品、えっと、この国内の金融商品に投資する、えー、投資信託の、ま、基準価格の算出のされ方、これをちょっと確認していきたいと思います。えー、で、これですね、えっと、まあ、国内に関しては、えっと、マーケットが毎日始まるときを寄りつきって言って、これだいたい朝の9時ですね。で、マーケットが、えっと、終わるとき、まあの、縛りますよってときが、大引け っって言って言これが大体、えっと、15時ですね、えー、夕方の3時になります。で、えー、っとここの、えっと、マーケットの寄り付きから大引けまで、まあ、株だったら株、債券だったら債券、まあ、為替だったら為替、コモィティだったらコモィティで、まあ、値段がそれぞれ動いてるわけなんですけれども、えー、ここの大引け寄り付きから大引けまでの間に、えー、投資家の人が、まあ、投資信託を買いたいですよと、えー、そういった形で発注したとします。えー、それで、そうなると、ここの、えっと、月曜日ですね。 えーとまあ、要は発注した日っていうのが発注日っていう形になるんですね。でその後、えー、マーケットが大引けに向かってまあここで、えー、と1日今日一日の、まあ、月曜日の、えー、とマーケットっていうのは終わりですよみたいな、えー、そういった形になるんですけれどもまあここの終わり値をもとにこの、えー、と発注した投資信託の基準価格っていうのは決まってきます。 で、ここの終値、えっと、のもとに基準価格を算出したんで、ここの、えー、と月曜日っていうのが、約定日っていう風にカウントされます。で、次にですね、これちょっと分かりづらいんですけども、あの海外の金融商品、まあ、これアメリカにしますけれども、えっと、このアメリカの金融商品に投資する投資信託の基準価格の算出のされ方を、 ちょっとと確認していいいきたいと思います、はい、で日本の寄り付きが、まあ、月曜日の9時で日本の大引けが、えー、と月曜日の、えー、と15時で対して、えー、とアメリカっていうのは、えー、と大体13時間ぐらい遅れてるんですけれども、えーと,まあ、とりあえず確認していくとアメリカの寄り付きっていうのは日本時間の22時30分、まあ、これ月曜日ですねで大引けっていうのは、えー、日本時間の翌朝の5時ですね、まあ、これも日付またいでるんで、えー、と火曜日って形になります、えー、この場合ですね まああの大体、日本で販売されているまあ海外のえとと金融商品に投資していく投資信託ていうのは、ああ大体あの日本の大引きまでに発注しなきゃいけないんですけれども、ここでまあそういった投資信託をまあ買いたいと言って発注出したとしますね。でそうすると、発注日っていうのはまああの月曜日になります。 で実際に発注した投資信託が、あ投資していく商品が、このアメリカのところで動いていくわけなんですけれども、ここの終わりですね、要はアメリカの大引きのところをもとに基準価格を算出していくわけなんですね。それなので、ここをえと基準、ここをもとにしてえと算出しているので、発注日は月曜日なんだけれども、 この薬常日っていうのは火曜日っていう風な、えー、そういった表記になります。まあこれですね、過去のデータとかを調べていくときに、あの日本のものだったらば発注日と薬常日っていうのがまあ同じ日でえっとなっているので、なんでえっとズレっていうのはないんですけれども、えっとこれアメリカとかヨーロッパとか、まあ要はえっと日本と時差がある国の金融商品に。 金融商品に投資していく投資信託の、えっと、基準価格、それを見る場合には、えっと、1日ずれるっていうことだけちょっと覚えておいていただけると、えっと、幸いです。はいというわけで、えっと、今ですね、基礎用語1から3まで説明してきたんですけれども、えー、次ですね、4から6を説明していきたいと思います。はい、えー、まず4ですね、えー、購入時手数料ですね。で、5、運用管理費用、これ、かっこ信託報酬っていうふうに言います。 で、6ですね。これ、信託財産留保額っていうふうに読みます。この3つについて確認していきましょう。まず、購入時手数料ですね。まあ、これはあの読んで字のことしなんですけれども、投資信託の購入時に販売業者に支払う手数料のことを購入時手数料っていうふうに言います。で、この運用管理費用なんですけども、これは、 投投投資投資資信信託託にににしている間に投資に支払う手数料このことを、えー、と運用管理費用、またの名を信託報酬というふうに言います。で、この信託報酬っていうのはどういうふうに計算するのかっていうと、投資信託に預けているお金に信託報酬率っていうのをかけると、ここの信託報酬っていうのの額が出てきます。で、えっ、ー、と、これ6ですね、えー、信託財産流報額、まあ、これが一番わけわかんないと思うんですけども、まあ、これつまりどういうことなのかっていうと、 投資信託の解約時に販売業者に支払う手数料のことを信託財産流保額っていうわけわかんない名前で、まあ、金融業界では呼んでいます。はい。ということで、一つずつ確認していきますね。まあ、購入時手数料なんですけれども、まあ、これ、投資信託の購入時に、まあ、投資家と販売業者と投資信託があるわけなんですけれども、えー、これですね。 まず、投資託から、この販売業者ですね。まあ、銀行とか証券会社に、あうちの投資託を販売していいからあの、投資家の皆さんからお金集めてくださいねと、えー。そういった形で委託しますよと。で、まあ、了解して、で、一方、ここの投資家の人は、まあ、この投資託を買いたいですよと、えー。そういった形になったとしますね。そうすると、まあ、売りますよと。ただ、あのただでは渡さないんで、あの手数料くださいねと。えー、そういった形で、この投資家の人に提案すると、まあ、購入手数料と投資資金が まずこの販売業者の人に行ってで、えー、ここの販売業者から投資信託へはこの,投資,信託の、えー、と投資資金のみが行くっていうふうな、えー、そういった形になります。 はい。で、次ですね。えっ、ー、と、運用管理費用。まあ、あ信託報酬ですけれども、えっ、ー、と、これですね。これどういう風な感じなのかっていうと、まあ、投資信託に投資している間に払うのが、この信託報酬なんですけれども、まあ、これですね。あのー、この投資信託としてみたら、まああの、運用してるから、あの、その間の、あの、報酬くださいと。なんでタだで運用さ,させてるんですかみたいな感じになるんで、まあ、そうすると、この投資家から、まあ、この信託報酬っていうのが払われるわけなんですね。で、えっ、ー、と、ここで終わらずに、 さらここの、えっと、投資家からもらった信託報酬の一部をここの販売業者の人に渡さなきゃいけないみたいな、えー、そういった関連になっています。で、えー、最後ですね、えー、と信託財産留保額、えー、これなんですけども、まあ、これは、えー、と投資信託の解約時に、えー、と支払販,売販売業者に支払う手数料のことですよと。えー、これどういう風な感じかっていうと、まあ、投資信託を解約したいですよと。 で、えっ、ー、と、まあ、了解したんですけれども、あの手数料をちゃんとくださいねと、まあ、そういった形で、信託税三流法額が、この投資家から販売業者の人に、えー、支払われるわけなんですね。で、そうすると、この販売業者の人は、窓口なんで、まあ、解約だそうですみたいな感じで、投資信託に行って、で、この投資信託から、のこの投資家が投資してたお金が返ってくるみたいな、えー、そういった形になります。 まあここでのポイントは要はえっと信託財産留保額はここの販売業者にしか行かなくてであくまで当信託のえっと収入っていうのはえさっき見た信託報酬のみになりますよみたいなえそういった形になりますはいえーここでですねえ運用管理費用の徴収についてここちょっと分かりづらいところなのでえこれを解説していきたいと思います、えー、そもそもですねこの運用管理費用なんですがまあこいつは計算式どういう風かっていうと 投資信託に預けているお金に、えー、信託報酬率をかけたもの、まあ、これが運用管理費用として、まあ、額が出てきますよと、えー、そんな感じになります。で、これなんですけれども、この運用管理費用を365日で割った額ですね、こいつが投資信託に預けているお金から日々少しずつ徴収されているわけなんですね。で、この運用管理費用を差っ引いたものが基準価格として出てきます。なので 何がしかの、まあ、支払いの手続きとか追加での何かの支払いっていうのは基本的には不要になります。なぜならばその基準価格っていうのは運用管理費用を差っ引いたものだから。まあそういうことですね。えー、そういう感じで、えー、と運用管理費用っていうのは、まあ、日々徴収されてるっていうふなな、えー、そういった形になるのでこれを頭の片隅に入れておいていただけると幸いです。はい。では次ですね。えー、投資信託の基礎用語7ということでこれを確認していきます。こいつが 信託期間になります、えー、これ何なのかっていうと、投資信託の運用がスタートする設定日から、投資信託の運用が終了する召喚日までの期間、このことを信託期間というふうに言います。で、これなんですけれども、まあ、大体は無期限というふうになっています。まあ、この無期限というのはどういうことかっていうと、まあ、要は終了予定なしというふうな、えー、そういう意味になります。まあ、ただなんですけれども、 これ一部、まあ、この日までに終了しますよっていう風な記述がされているものがあります。で、これを、えっと、召還日が来ても、えっと、召還延長になって終了しないっていう風な、えー、そういう場合もあります。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、この日までに終了しますよっていう風には一応なってるんだけれども、ただそこから、えっと、追加で召還延長しますっていう風になって終了しないっていう風な、えー、そういう場合があるってことですね。 でこの信託期間なんですけども、えー、こいつが短いと起こる現象っていうのがあるんですね、えー、それなんですがこれ望み通りの投資ができなくなりますまあこれどういうことか説明しますね、えー、まずこれ信託期間がまず無期限だった場合、えー、こいつを考えていきましょう、えー、この場合は、まあ、こうやって投資家と投資信託があってでこの投資信託に10年間投資しようと思ったとします で、それで、信託期間は無期限だから、まあ別に10年間全然投資できますよ、みたいな感じで、えっと、OK なので、安心してお金を預けられると、そういった形になります。で、一方、これ、信託期間が残り5年だったとしますね。こういう場合どうなるかっていうと、まあ、この投資家が、え投資信託に10年間投資しようと、そういうふうに思ったとします。えその場合、 まあいいんだけれども、残り信託期間って5年だから、あの5年後には他の投資信託に乗り換えなきゃいけないわけなんですね。まあその場合は、あの当初予定していたこの10年間の投資っていうのができなくなっちゃうんで、まあちょっとやだよねみたいな、えー、そんな感じになります。はい。で、次の投資信託の基礎用語ですね。次8なんですけれども、こちらがですね、繰り上げ償還になります。えー、これ何なのかっていうと、 あらかじめ決まっていた信託期間が終了する前に投資信託の運用が終了すること、こいつを繰り上げ償還という風に言います。で、これなんですけれども、一定の口数を下回ったら繰り上げ償還しますよっていうふうな、えー、まあ条件が付記されていることが多いです。で、その他は、 対象インデックスの開、まあ要は、えっと、インデックスファンドでインデックスに連動するようになってたんだけれども、えっと、そのインデックス自体がなくなっちゃったから、えっと、この投資信託は運用し,しますみたいな感じになっちゃうっていうのと、あとやむを得ない事情とかですね、まあ、なんかいろいろあります。まあそういう感じではいろいろあるんですけれども、要はですね、投資信託を運用するモチベーションがなくなったときに繰り上げ償還するのが、まあ、通例となっています。 でこの投資信託を運用するモチベーションって何ぞやっていう風なことなんですけれども、まあ、これを理解するにはですね投資信託の収益源について理解する必要があると思っていますでこの投資信託の収益源なんですけれども、えー、こいつはさっき見た通り信託報酬ですよねとでこの信託報酬っていうのは まあ純資産かける信託報酬率、まあ、これでえっと信託報酬の額が出てきますよと。で、このえっと純資産かける信託報酬率がまあ投資信託の収益っていう風な感じなんで、この信託報酬率自体はえっとほ,、まあ、ほとんど変えられないんですね。なので、このえっと信託報酬を増やそうと思ってた時には、こっちの純資産を増やさなきゃいけないわけなんですね。 でこの純資産を増やすには、えー、方法が主に2つあります、えー。それっていうのが、まず1つ目が人気の投資信託になって投資家からの資金流入額を増やすことですね。で、2つ目が運用益を上げてもともと預かっているお金を増やしてそうするとそこに信託報酬率がかかると、まあ、さらに大きな収益が得られるみたいな、えー、そういった形になっています。 はいというわけで、ここでですね、金持ち投資信託と貧乏投資信託、えー、この2つの投資信託についてちょっと考えていきたいと思います。えー、これなんですけれども、えー、ここにですね、金持ちの投資信託と貧乏な投資信託があったとします。で、えー、それぞれなんですけれども、信託報酬率は同じ1%なんですが、純資産は金持ち投資信託が5000億円なのに対して、貧乏投資信託っていうのは5億円ですね。 で、えー、とこの場合、金持ち投資信託の信託報酬額は、まあ、5000, 万円あ5000億円 ×1% で、えー、50億円になりますが、えー、こっちの貧乏投資信託の信託報酬額っていうのは、 5 500億円 ×1% の500万円になります、まあ、それなのでえっと単純に信託報酬率が同じ1%だったとしてもここの純資産の額がえっと違うだけでこれだけえっと投資信託の収益に関しては差が出てき,して,出て,きてしまいますよみたいなえそういうような感じです。 でえっと、こっちの金持ち投資信託の場合はこんだけ50億円信託報酬額があるのでもっと純資産を増やしてお金稼ぐぞっていう風なモチベーションが働くんですけれどもこっちの貧乏投資信託に関してはもう500万円しか年間で収益上げられないので、まあ、もうやってらんねみたいな感じで、まあ、モチベーションが下がるみたいな、えー、そんな感じになっています。 はいで次、ですね、えー、と投資信託が繰り上げ償還するときを具体的にちょっと,、えー、と見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ここにある投資信託があったとします。で、この投資信託のスペックが、信託報酬率が1%、純資産が50億円、で、基準価格が、えー、1万円だとします。で、えー、信託報酬額っていうのは5000万円ですね、えー、50億円かける1で、えー、5000万円です。で、この口数っていうのが50億口ですね。 この基準価格がえっと1万口当たりの基準価格でえっと1万円なんですけれども、なんで一口当たりの基準価格がえっと1円ですね。で、純資産と、この純資産をこの一口当たりの基準価格1円で割ってあげると、口数50億口が出てくるっていうふうな、そういった計算になります。で、この投資信託が、えっと、繰り上げ償還する条項として、口数が これが50億口が10億口を下回ったらば繰り上げ償還するよみたいな、えー、そういったアナウンスがされてたとします。で、えーと、まずですね、資金流入で純資産が50億円増えた場合、こちらを考えていきましょう。えー、こうなるとどうなるかっていうと、まあ、資信託があって、信託報酬率は、ま、スペックここは変わらないんで1%ですね。なのに対して、純資産っていうのは、 まあ50億円資金流入したので、50億円たす50億円で100億円になってますよと。で、基準価格は変わらず1万円のままですと。で、こうなってくると、信託報酬額っていうのは100億円る1で1億円になってくるわけなんですね。口数っていうのは まあ100億円割る一口当たりの基準価格1円で100億口みたいな、そういった形になります。まあそれなので、えっと単純に純資産が増えて、え、信託報酬額が増えたから、この、えっと、投資信託っていうのは、まあもっと頑張りますよと、そういったモチベーションが、えっと、まあ出てくるみたいな、そんな感じになります。で、一方ですね、 資金流出した場合、こちらを考えていきましょう。で、この場合は、えっと、純資産が45億円資金流出しちゃったとしますね。まあ、要は投資家が、えー、投資託から45億円資金を引き出したみたいな、えー、そんな感じになります。で、こうなるとどうなるかっていうと、ここの投資託は、 まあこんなな感じになります信託、まあ、報酬率は変わらずなんですけれども、純資産の額っていうのが、この50億円から45億円引いた5億円になっちゃってますよと。で、基準価格が変わらずですよと。で、こうなってくると、信託報酬額っていうのが、5億円 ×1% の500万円にしかなりませんと。で、口数っていうのは、 5億円割る1円で、えっと、5億口になってしまいますよと、えー、こうした場合、えー、どんだけ頑張っても、えー、信託報酬額っていうのは500万円前後するところしかもらえないからこっちの投資信託っていうのはもうやってらんないんで繰り上げ償還しちゃってやめますみたいな、えー、そういった感じになってしまいますでこの繰り上げ償還になってしまうと起こる現象なんですけどもこれは望み通りの投資ができなくなりますまあこれさっき言った信託期間と同じような形ですね でえー、とここもちょっと考えていきたいんですけれども、まあ、例えば信託期間が、えー、最初無期限ですよっていう風に言われてる投資信託があったとしますそれで投資家の人がこの投資信託にあの10年間投資しようと、えー、そう思ったとしますで投資,投資信託は投資信託は信託期間は無期限だから OK ですよと、えー、そういった形で言ったとしますそしたらお金を、えー、と安心して預けられるわけなんですねなんですけれどもここで 5年経過したときに、えー、この投資信託の純資産が、えー、っと減っちゃって、でえー、っと口数が要は、えー、っと繰り上げ償還する条項に引っかかったとします。そうなってくると、まあ、あと5年かっつって悠長に構えているんですけれども、こっちの投資信託としてみたら、 いろいろあって繰り上げ召喚をするのでまあ他の投資信託に乗り換えてくださいねとなんであと5年は他の投資信託でえとやってくださいみたいなもううちはやりませんみたいな感じになっちゃうのでまあそうなってくるとこの投資家の人はえ当初の計画から狂ってまあ嫌だよねみたいなえそんな感じになってしまいますはいで今繰り上げ召喚を見ていったんですけれどもえ次ですね基礎用語9になるんですけれどもこれが分配金になりますでこれ何なのかっていうと 投資信託から投資家に還元されるお金のことです。で、これなんですけれども、決算機ごとに出すのが一般的なんですが、必ず出るとは限らないです。このとこだけ、えー、ちょっとご注意ください。で、この分配金なんですが、えっ、ー、と、実は種類が2つあります。で、1つ目が普通分配金というものです。で、2つ目が 特別分配金、確保、元本払い戻し金というふうなものになります。この2種類分配金があることを覚えておいてください。で、この普通分配金なんですけれども、これは何なのかっていうと、運用によって出た利益の中から出される分配金。このことを普通分配金というふうに言います。で、一方、こっちの特別分配金、これは何なのかっていうと、運用によって出た利益の中からではなくて、 投資信託に預けた元のお金を切り崩して出される分配金のこと、これを特別分配金、ないしは元本払い戻し金というふうに言います。はい、ということで、ちょっと分配金をですね、えー、イメージ図で確認していきたいと思います。で、えっと、この普通分配金から確認するんですけれども、この普通分配金は何なのかっていうと。 利益の中から出される分配金のことで,すで、えー、っと、ここにですね、えー、基準価格が1万円の、えー、投資信託があったとします。で、このえっと投資信託が決算日までの間に5000円の利益を出したとしますね。そうなると、この決算日のところで、この基準価格1万円のファンドはどうなるのかっていうと、まず投資元本1万円があって、そこに利益の5000円が乗っかっているので、基準価格っていうのは1万5000円になりますと。 で、えっ、ー、と、この時に、このファンドが分配金を1000円出しますと、えー、そういうふうにいたらしますね。で、そうなると、この決算日またいた時に、えー、この、えー、と投資信託はどうなるのかっていうと、まあ、ここ1000円ですね。まず投資元本1万円で、で、それに、ここの利益の5000円から分配金、出した分配金1000円を引いた4000円が残ってくるので、ここの基準価格っていうのは、1万4000円になりますよと。 でえー、とこのです、ねえー、と5000円からえっと1000円が引かれる、まあ、要は利益の中の5000円からえっとこの分配金の1000円が引かれる現象っていうのを分配落ちっていう風に言うんですけれども、これについてはまた口述します。で、えー、とここのえっと分配金はあくまで利益の中から出れたので、こいつは課税対象ですよと、えー、そういった意味になります。はい で次ですね、えーと、特別分配金、えー、こいつを確認していきたいと思います。まあ、これ、またの名を元本払い戻し金というふうに言います。で、これは何なのかっていうと、投資元本を切り崩して出される分配金のことです。 さっきの普通分配金は利益の中から出されるものだったのに対して、こっちの特別分配金っていうのは投資元本を切り崩して出される分配金です。まあこれでちょっと確認していきましょう。えー、同じく基準価格が1万円の投資託があったとします。で、これが決算日までの間に1000円のマイナスを出してしまったとします。そうすると決算日の時にはこの投資託ってどうなるのかっていうと、 まあ要は投資元本が1万円から1000円引いた9000円だけ残るのでここの基準価格っていうのは9000円になりますよと。で、えー、この時にこの投資信託が分配金1000円出しますと。まあ、いけしゃさと言ったとしますね。で、そうなってくるとこの決算日をまたぐとここの9000円の基準価格はどうなるとかっていうと1000円出したんでまあこの9000円から1000円引いた8000円が残るからここの基準価格は 8 0になりますよと、えー、そういう感じになりますでちなみにここの、えっと、9000円の中から千円出したものを分配落ちっていう風に言います、まあ、これ口述しますでここの、えっと、1000円なんですけどもあくまで、えっと、投資元本を切り崩して出したものになるので非課税っていう風うな、えー、そういった括りになりますはいということで、えー、今ですね 普通分配金と特別分配金について見ていったんですけれども、あのですね、普通分配金はまあ利益が出たから出すっていうのはまだわかるんだけれども、特別分配金に関してはなんで出すのっていうふうな、そういったことがあるかと思うんですけれども、ちょっとこれについて説明していきたいと思います。理由がですね、いくつかあるんですけれども、まあ一つ目から説明しますね。まず一つ目、これが不可抗力で仕方なくですね、 まあこれどういうことかっていうと、あの分配金が出るときにはです、ね、でおの各のの買ったときの基準価格は考慮されないからなんですね。で、これどういうことかというと、同じ分配金でも、ある人にとっては特別分配金になって、別の人にとっては普通分配金になるということもあるっていうふうな、えー、そういったことになります。まあ、それだから不可抗力で仕方なく、こういうふうに出てくるっていうことですね。まあ、これ後でえっとでちゃんと見ていくので、ご安心ください。 で2つ目ですね、えー、とこれ、えー、と特別分配金が配当と勘違いした投資家が投資信託を買ってくれるからになります。えー、だから特別分配金が、えー、と存在するっていう風な感じですね。でこ、えー、これはどういうういととかっていうとあのー 投資信託の人気は、マーケティングがすべてっていう風な、えっと、まあ、投資信託業界に伝わる格言があるんですけれども、えっと、この理由ですね。えー、この二つの理由で、特別分配金っていうのが、えー、存在することになっています。えー、まず、じゃあ一つ目からちょっと見ていきましょう。はい、まず、不可抗力ですね。えー、これどういうことかっていう風な、えー、そういう感じなんですが、えー、ここにですね、えっと、投資家 A さんと投資家 B さんっていう、えー、二人の投資家がいたとします。で、この投資家 A さんは、 買った時の基準価格。ま、同じ投資信託買ってるんですけれども、買った時の基準価格が1万円だったとします。で、一方、こっちの投資家 B さん。ま、この投資家 A さんと同じえっと投資信託を買っているんだけれども、買った時の基準価格っていうのが1万2000円でしたよと。そうした場合、この決算日において、ここの、えっと、同じえっと投資信託運用して、買ってるんですけれども、この投資信託の基準価格が 1万2000円でしたよと。えー、そうなったとしますね。で、この時に分配金を2000円出しますよと。えー、そうなった場合、この投資家 A さんと投資家 B さんにとって、この分配金っていうのはどうなるのかっていうと、まず投資家 A さんですね。この投資家 A さんの場合は、まあ、決算日の基準価格は1万2000円でしたよと。ただ、買った時の基準価格、これっていうのは1万円でしたよと。 で、ここの決算日の、えっと、1万2000円の時に、ここの、えっと、投資信託は分配金2000円出しますっていう風に言ってるんで、ここの、えっと、買った時の基準価格、A さんが買った時の基準価格1万円に対して、上乗せで2000、えっと、円がなっていて、えっと、決算日の基準価格が1万2000円になってるんで、なので、ここの、えっと、2000円の分配金っていうのは、A さんにとっては普通分配金になりますよと、えー、そういうことになります。で、一方、こっちの B さんですね。 こっちの B さんの場合は、まあ、決算日の基準価格は1万2000円なんだけれども、ただ、そもそも買った時の基準価格っていうのが1万2000円なんで、まあ、利益出てないわけなんですね。ただ、それでも、この決算日の時に2000円分配金出しますっていうふうに言ってるので、この B さんの場合は同じえっと分配金2000円でも。 特別分配金いいうふうなな、えー、そういった国になります、まあ、これが要は不可抗力ですね要は、えっと、同じ分配金でも、えっと、人によっては普通分配金になることもあれば、えー、人によっては特別分配金になることもあるから、まあ、だからこれは不可抗力で仕方なく特別分配金っていうのが出てしまっているよっていうふうな、えー、そういったことになります。 で2、えっと、つ目、ですね、えっと、特別分配金を配当と勘違いっていうふうな、えー、そういったことなんですけども、まあ、これ、どういうことか、えー、説明しますね。はいえー、でそこで、えー、説明する前に大前提として、特別分配金っていうのは、別に利益でもなんでもなくって、あくまで元本払い戻し金ですよと、えーまあ、要は、えー、と預けた、えー、とお金を切り崩して戻されるようなそういう形になりますよっていうことだけちょっと押さえておいてください。 まあ、投資家と投資信託がありますね。で、こっちの投資家は、夢の配当生活がしたいなと、まあ、そういったバカみたいなことを言ってたとします。で、えー、っと、そうしたときに、この投資信託が、例えば、うちは、えっと、毎月分配金を出していきますよと、えー、そういった風にアナウンスしてたとしますね。そうすると、この夢の配当生活がしたいと言っている投資家にとっては、この毎月分配金が出るっていうことが夢のようなんですね、要は。まあ、それなので、 まあ、買う買うと。そう言ってお金を、まあ、この投資信託に預ける。まあ、要はこの投資信託を買っていくっていうふうな、そういうことになるんですけれども、ただ、この投資信託として見たら、別に、えっと、普通分配金か特別分配金になるかわかんないけれども、ただ、別に、あの、分配金自体を出すことはできるから、だから毎月分配金出しますよ、みたいな感じでアナウンスはできるんですね。なので、 あの特別分配金だったらただ預かったお金を払い戻しているだけだから別に利益でも何でもないっていうことはもうこの投資信託も、あのーしょあのー、織り込み済みというか、あのー、分かった上で出してるんですねまあなんだけれども別に手数料を稼げるからいっかと、まあ、要は信託報酬預けてもらってる間は取れるから、まあ、別にいっかみたいな感じで、まあ、あのそっちの,あの会社側の論理が先行してしまうみたいな、えー、とそういった感じになりますで、えー、とこれがあったから 一時期ですね。あの毎月分配型投資信託っていうのが、まあ大ブームになったんですね。まあ、こういった、えー、っと、特別分配金は。 えっと、配当じらないかみたいな感じで勘違いした投資家が、えっと、買ってくれて、それでお金がバーってこういうふうな毎月分配型の投資信託に集まったっていうふうな感じなんですね。まあ、ただ、この毎月分配型の投資信託って、毎月利益上げられるわけないんで、えっとまあ、特別分配金を、えっと、出していくっていうふうなのが結構大半になったんですね。で、これに、えっと、激怒したのがですね、あの金融庁長官なんですけども、まあ、この、えっと、毎月分配型投資信託のスキームがばれてあの大激、大激怒されて、で、 あのこの毎月分配型投資信託ブ,ブームっていうのは、沈、えー、静化しましたっていう風な経緯があるぐらい、結構ですね、えー、と勘違いして、えー、と投資しちゃうっていう風な投資家は、まあ、多いっていう風な、そんな感じですね、まあ、それを逆手に、えー、と取って、えー、と投資信託側としては金儲けのためにやってるみたいな、そういった風潮が、まあ、一時期ありましたよと、えー、そういった感じになります。はい ということで、今ですね、特別分配金についてちょっと見ていったんですけれども、ここでですね、分配金の注意点を申し上げたいと思います。これがですね、分配落ちになります。これ、さっき言ってたものになりますね。これなんですけれども、一体何なのかというと、 分配金を出すと、出した分だけ基準価格が下がることですね、えー。このことを分配落ちっていうふうに言います。まあ、この分配落ちがあるので、要はですね、あの、普通分配金であれ、特別分配金であれ、分配金をもらうっていうこと自体はですね、保有している投資信託の一部を売却するのと同義っていうふうな、えー、そういうことになるんですね。まあ、だからつまりは、結局は値上がり益を狙うしかないと、えー、そういったことになってきます。 はい。ということで、えー、ちょっとイメージ図で確認していきたいんですけれども、えー、まず普通分配金の場合ですね。えー、と、これもさっきと同じで、えっ、ー、と、1万円の基準価格の投資信託があったとしますよと。で、えっ、ー、と、こいつが決算日までの間に5000円の利益を出したので、ここの決算日のところでは、元々の1万円に利益の5000円が乗っかってきて、基準価格は1万5000円になってございますよと。で、この時に、 分配金を、えー、千円出しますと、えー、そうするとこの決算日をまたいで、まあ、値段が動かなかったとしたらばここの投資身託っていうのは、まあ、1万円とあとここの利益から、えっと、この1000円が分配落ちした、えっと、4000円が残って基準価格はというと1万4000円になりますよと。 この一万五千円から分,、えー、と分配金千円分が、えー、と引,かれた引かれて一万四千円になるっていうことを分配落ちっていうふうに言います。でちなみに、ここの、えー、と分配落ちした、えー、と千円っていうのは、まあ、どっかに消えたわけじゃなくって、ちゃんと銀行口座に入ってくるので、なので、元の投資信託の一万四千円プラス、えー、とここの銀行口座に入った分配金を足し合わせて。 まあ、トータルで1万5千円ですね。まあ、さっきの、えっ、ー、と、決算日の時の1万5千円と変わらない価値が、えー、まあ、あのー、自分の手元には残っているんで、まあ、それはいいですよねっていうふうな、そういう感じになります。ちなみに、この1000円の分配金っていうのは、普通、えっ、ー、と、普通分配金なので、課税対象ですよと、えー。そういった感じになります。で、一方ですね、えっ、ー、と、特別分配金の場合の分配落ちも、こいつも見ていきましょう。えー、同じく、基準価格が1万円のファンド、あの、託があったとします。で、これが決算日までの間に、 1> 1, 円のマイナスを出してししてままったとしますそうすると、この決算日の時には、まあ、投資元本が1万円から1000円削れて9000円になってございますよと。そうすると、基準価格が9000円ですね。で、この時に、同じく分配金を1000円出しますと、えー。そういうふうに言ったとすると、ここの決算日をまたいでまあ値段が動かなかったとしたらば、まあ、要はこの9000円から、えー、この分配金1000円が分配落ちして、えー、と投資元本は8000円。つまり、基準価格が 8, 円っていいうそういうににななるそことりますでここの、えー、と分配落ちした1,000円っていうのはどっかに消えたわけじゃなくて、まあ、ちゃんとここの銀行口座に入っているのでなので、えー、と総額の価値っていうのは、えー、ここの投資元本8,000円プラス、えー、と銀行口座に入った、えー、と特別分配金ですね、えー、1,000円をプラスして。 9000円っていう形で別にあの減っても増えてもないですよみたいなそんな感じになります。で、ちなみにここのえっと銀行口座に入った特別分配金の1000円っていうのはえ元々のえっと投資の元本から切り崩して出したものになるので非課税ですよとそういった形になります。 はい。えー、ということで、今ですね、えと、投資の基礎用語、まあ、投資というか、あの、投資信託の基礎用語ですね。えそいつを1から9まで、えっと、見ていったんですけれども、えっと、この基礎用語1から9っていうのは、まあ、どこで見れるのかと、そういったことをちょっと確認していきたいと思います。えこれなんですけども、ちょっと2つに分かれてます。えまず1つ目ですね。え基準価格と、口数と、純資産と、あと、分配金ですね。えっと、これは、えっと、どこで見れるのかというと、 えっと、この投資信託を運営している、えっ、ー、と、運用会社ですね。えー、それのホームページか、あと、モーニングスターっていうサイト。えー、このどちらかで、この、えっ、ー、と、基準価格、口数、純資産、分配金の4つは見れます。えっ、ー、と、じゃあ、あと5つですね。えっ、ー、と、これどこで見れるのかというと、っていう感じなんですが、えっ、ー、と、まずですね、購入時手数料。で、えっ、ー、と、信託報酬。で、信託財産流報額で、あと、信託期間と、繰り上げ償還、えー。この5つはどこで見れるのかというと、 目論見書というななものになります、えー、とまず一つ説明しまますねまずモーニングスターっては何ぞやと、えー、それをちょっと説明するんですけれども、えー、これはですね投資信託の、えー、と総合情報サイトですね、えー、このモーニングスターを、えー、と運営している会社になりますでこのモーニングスターってサイトなんですけれども、えー、日本国内で、えー、販売されているほぼ全ての投資信託を網羅した、えー、サイトになっております でちなみに、ですねあのこのモーニングスターの会社あの社長の朝倉社長は、ですねあの投資信託系 YouTuber として活動しております。ただ、ですねあの再生回数は伸び悩んでいる模様です。まあ、どこの口が言うんだってそういう話なんですが、まあ、そういう感じです。で、この投資信託の情報を見るならば、もうこのサイトを見ろと、まあ、このサイトだけ見てれば、えっと、間違いないみたいな、えー、そんな感じになります。ちなみに合言葉は、お世話になりますモーニングスターです。まあ、これは誰が言ってるわけでもなくて、僕が言ってるだけなので気にしないでください。 はい、で次ですね、えー、目論見書ですね、えーっと。これなんですけども、えーっと、ちょっと投資をやったことがある方だったら聞いたことあると思うんですけども、一般の方はあのー、な聞いたことがなくって、何を目論んでんだと、えー、そういう感じだと思うんですけども、ちょっと説明しますね、えー。これ定義なんですけれども、購入しようとしている投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明した書類のこと、えー、それを目論見書っていうふうに言います。 でこれ要するに投資信託の取扱説明書のことですね、えー、これが目論見書ですでこの目論見書っていうのは投資信託の各、まあ、運用会社各社のえっとホームページでえっと見れます、まあ、これを載せてない投資信託の運用会社っていうのはないですので、えっと、ちゃんとそこのえっとホームページに行ってもらえれば見れると思いますてか見れますでこれちなみにもくろみ書はあのモーニングスターでもあのちゃんと,えっと見れます はいということで、えー、と問題はですねあのこの目論見書のどこに書いてあるのかと、まあ、さっき言った項目がどこに書いてあるのかっていうふうな、えー、そういうことが重要だと思うので、えー、それについて説明していきます。っていうのも、もくろみ書ってだいたい50ページぐらいあって、あの最初見るとちょっと面食らっちゃうと思うんですね。まあ、なんで、ちゃんとそこについても、あのー、ちゃんと解説していくんでご安心ください。っていうのも、ですも、ね、目論見書ってですねだいたい 構成が決まっているんですねなので、えー、この構成のどこに書いてあるのかっていうを理解すればちゃんと,、えー、とさっき言った項目が見れますで目論見書の構成なんですけれども、えー、とまずファンドの目的特色っていうのが書いてありますで次に投資リスクっていうのが書いてありますでその次に運用実績っていうのが書いてありますで、えー、その次に手続き手数料等っていうふうな、えー、そういうことが書いてあるんですけれども、えー、さっき言った項目が書いてあるのが ここの、えー、と手続き手数料等っていう風なえっ、ー、な、この項目に書いてあります。で、この手続き手数料等っていろいろ書いてあるんですけれども、えー、この中のお申し込みメモっていう風なところに、信託期間と繰り上げ償還のことが書いてあります。で、別のファンドの費用税金っていうところに、この購入手数料と 信信託託報酬と財なので、えっ、ー、と、さっき言った、まあ、この、要は5つですね。この5つを確認するときには、目論見書の、えっ、ー、と、最後のセクションの手続き、手数料等っていうふうな、えー、そういったところを参照していただければ、えー、簡単に確認できると思うので、えー、そこをちょっと見てみてください。 はいということで、ですね、えーとまあ、今、用語説明してきたんですけれども、えー、とちょっとここでですね、えー、とファンドは大きく分けて2種類ですよと、えー、そういうことについてちょっと確認していきましょう。えーまあ、今までちょっと散々説明してきたんですけども、ファンドっていうのは大きく分けて3つ、えー、公募投資託と ETF と、まあ、上場リート、まあこれが要は我々が投資できるファンドでありますよと。で、えー、とこいつが、まあ、でっかくくりてあるんですけれども、これがさらに2種類に分かれます。 それがインデックスファンドとアクティブファンドって呼ばれるものですね。で、我々が、まあ、今回、まあ、この動画のシリーズでやっていくのが、こっちのインデックスファンドですね。えー、これになるんですけども、これについては、まあ、ちょっと次回の動画で説明させていただきます。はい、じゃあ全体のまとめですね。まずですね、えー、と投資信託とはなは何ぞやと。まあ、これは、えー、投,資投資家から集めたお金を投資の専門家が 株式、債券、不動産、為替、コモディティなどに投資して運用していく金融商品ですよと。で、個人投資家が投資できるのは、公募投資信託と ETF と、あと上場リートこの3つになりますよと、えー。そういったことになります。で、まとめにですね、えっ、ー、と、用語なんですけれども、えー、基準価格っていうのが投資信託の価格ですよと。で、口数っていうのは投資信託の購入単位ですよと。 で純資産っていうのは投資信託が投資家から預かっているお金のことですよと。で、購入時手数料っていうのが投資信託を購入するときの手数料ですよと。で、信託報酬ですね。信託報酬っていうのは投資信託に投資している間の手数料のことですよと。で、信託財産留保額っていうのは文字面だけ難しいだけで、要は投資信託を解約するときの手数料のことですよと。で、信託期間っていうのは運用開始から運用終了までの期間のことですよと。 で繰り上げ償還っていうのは予定よりも早く運用を終了することですよと。で最後の分配金っていうのは投資家に還元されるお金のことでこれは普通分配金と特別分配金っていう2種類がありますよと、えー、そういうことでした。はい、ということで、えー、と次回の予告ですね。えー、とこれに関しては インデックスって何と。えーまあ、さっきインデックスファンドっていうのがありますよっていうふうな、えー、とことになったんですけども、そもそも、まあえー、といファンド、まあ、要はですね、投資信得のことは分かったんだけども、あのインデックスって何っていうふうな、えー、そういった話をちょっと説明していって、でその次に、じゃあこのインデックスと,、えー、と今回説明したファンドですね、まあ、投資信を組み合わせたインデックスファンドって何みたいな、えー、そういった話をちょっとしていきたいと思います。で、えー、これ近日公開予定になります。 はい、えー。というわけで、えー、と動画ですね、えー。説明は以上になるんですけれども、まあ、今回の動画でためになったとか、あと次の動画が見たいとか、えー、そう思っていただいた方がいたらですね、えー、チャンネル登録ですとか、高評価のポチですとか、あとツイッターアカウントの方ですね、えー、こちらをお願いします。あのツイッターアカウントに関しては、えー、と下の概要欄のところに、えー、とリンクを貼っておきます。 であとですね、えー、っとこれまあお知らせというか宣伝になるんですけれども、えー、投資初心者向けの本を実は書いております。で、まあ、こういった投資の断捨離術っていう風な、えー、そういった本なんですけれども、まあ、これですね、Kindle ストアにて発売中です。で、定価は税込みの300円です。 ちなみにこれ、えー、Kindle Unlimited っていうものの対象商品なので、まあ、この Kindle Unlimited に、えー、と登録している会員の方ならば、えー、300円払わずに無料で見ることができるので、まあ、よかったら見てみてください。えー、こちらも概要欄に、えー、とリンクを載せておきます。はい。というわけで、えー、とこの動画ですね、えー、日本一わかりやすいを目指しているんですけれども、まあ、この日本一わかりやすいっていうのを目指してですね、えー、コメント欄への、えー、これわかりやすかったとか、 わかりにくかったとか、まあこれどういうこととか、えー、そういったですね、えー、とフィードバックを、えー、とお願いできると嬉しいです。はい、えー、ということで、えー、と今回は以上になります。まあちょっと長かったんですけども、お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、と次はですね、えー、とインデックスって何っていうことを説明していきたいと思います。はい、えー、では、えー、ありがとうございました。またさようなら。